大阪府立長野北高等学校は、かつて大阪府河内長野市にあった公立の高等学校。高校生急増期対策で、昭和後期1974年、府立92番目に新設された。生徒が集まらず定員割れ続きのため、令和初期2021年に廃校となった。1971年誕生の黒田革新不正が、高校入試で、 15の春は泣かせない政策として大幅に新設した不立高校の一つ。1973年度だけで開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、不立92番目、河内長野市2番目の高校として1974年に開校した。通称は長北。教育課程は全日制課程で普通科。 一年生では35人学級編成を行っていた。2017年11月17日、大阪府教育委員会は、教育委員会議において、府立学校条例の高等学校再編基準に該当した長野北高等学校の生徒募集を2019年度、入学者選抜から停止し、その機能を大阪府立長野高等学校に統合する再編整備案を議決。 承認した。機能統合は2019年度から実施。2021年3月31日で廃校となった。総卒業生徒数は13,916人。なお、大阪府立長野北高等学校記念室が大阪府立長野高等学校に開設されている。高知は太平洋戦争時まで大日本帝国陸軍の全寮制の教育機関。 大阪陸軍用年学校があった場所。大阪南医療センターや大阪府営河内長野木戸、住宅も建設されている。交渉は長野北高校の北を表現しつつ、地元を流れる石川の清流を思わせる真ん中の縦の線を有する6つの寮に、河の字を浮き上がらせている木区を重ねたデザインを採用している。ありがとうございます。